生活をサポート。体が喜ぶお水の授業。プレゼンテッドバイ朝日富士山のバラジウム天然水。はい、今日は今話題の天然ミネラルバナジウムを多く含むこちらのナチュラルミネラルウォーター朝日富士山のバナジウム天然水を題材に、健康的で爽やかな生活を送るためにとっても大切な水との関わり合い方についてお話ししていきます。よろしくお願いします。ではお話を始めようと思います。その前に今日は特別講師として水の専門家をお招きしました。アクアマエストロの鈴木瑠璃子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回特別講師にお招きしたのは、水のソムリエと言われるアクアマエストロの資格を持ち、日本初のミネラルウォーター専門校アクアデミアで講師を務める水のエキスパート鈴木瑠璃子先生、よろしくお願いします。さて1時間目のテーマは水と健康。ではまず鈴木先生に水と健康についての基礎知識をお話ししていただきたいと思います。では先生よろしくお願いします。はい、まずはこちらをご覧ください。人間は水でできている、この点についてお話をしていきます。人間の体の約 60% は水でできています。成人男性の標準体型の人の場合ですね。で、体重50キロの人ですと約30リットルの水が血液や細胞として体内にあるわけです。よく赤ちゃんの肌はみずみずしいと言いますが、乳児の場合は体重の 80% が水分なんです。そしてお腹の中にいる胎児の場合は 90% が水分と言われているんですね。そして水分は脂肪よりも筋肉に多く含まれています。ですので体脂肪の多い人よりも筋肉質の人の方が水分量というのは多いということになります。ですからどちらかといえば女性よりも男性の方が水分が多いと言えますね。とにもかくにも水というのは私たちが生きていく上で大切なものなんです。ですから毎日の十分な水分補給は大切なことですので、こまめに水分を取ることを怠らないようにしましょう。水って人間にとってとっても大切なパートナーなんですね。そうなんですね。毎日の十分な水分補給を習慣づけるということが大切かと思います。そこで私は毎日飲む水だからこそ体のことを考えて、天然ミネラルの種類に注目して選ぼうと思いました。現代人の不規則な生活をサポートするミネラルとして以前から話題になっているのがバナジウムです。考えてみればミネラルウォーターなのですから、ミネラルの種類で選ぶべきですよね。だから私は体思いの天然ミネラルバナジウムが豊富な富士山のバナジウム天然水を選んでいます。そんなバナジウムですが、実際はどんな天然ミネラルなのか、2時間目はそのことについてお話ししていきます。ありがとうございました。